の時間もらえますか、ちょっとくだちゃっても優しく見守ってくれてありがとう。ラブリーラブリーベイビー、いつも私はここで君を待ってるから、ラブユーラブユーベイビー、だから今日もね会いに来てくれたら嬉しいな。バーチャルな世界から今日も君にたくさんの愛を返すよ。君の知らない世界私が教えてあげる。よいこのみんな、こんばんは。うたこお姉さんと一緒、今日も始まるよ。遅くなってしまいましてごめんなさい。ちょっとUber Eats がね、ちょっと1時間近く遅れて届きまして、本当はこの配信前にご飯食べてから配信したかったんだけど、もうねさっき届いたんですよ。だからまだ一口も食べられてなくて、でまあダイエット配信するのにウーバー食べるんかいって言われてたんだけど、まあ今回の初回は正直今のありのままの私の数値をお知らせしますから、そんなに痩せてる必要がないというか、むしろその差が大事だから、初回こんだけあって、で2週間後こんだけなりましたっていうのをやりたいわけなので、まあ初回はまあ太ってた方がいいってわけじゃないけど、まあ本当今のありのままの作らない私の、まあ、数値をねお知らせしようかなと思っています。はい、まあだでもね今お腹空いた状態なんだよね。だからでまあウーバーイーツで頼むものも、今まではカレーだのなんだのなんか結構太るものばっかり頼んでたんだけど、今日はねスープとご飯みたいなヘルシーめなやつにいたしましたよ。はい、というわけで、まあ、本日はガチダイエット配信、今日から2週間ダイエットしたいと思います。まあ、なんでこれをやろうかって思ったかというと、最近本当にこのまあ情勢的なものもあって引きこもりになっちゃって太ったんですよね。で配信でやったらちゃんと痩せなきゃっていけないいう風にならないなるんじゃないかなと思って、でまあレコーディングダイエットっていうのもありますしね、ちゃんとみんなにお知らせすることで痩せるんじゃないかなと思って、でまあ今日は初回ということで、今日とまあ1週間後と2週間後みたいな感じでサイズをまあ、みんなにお知らせするみたいな感じにしようかな、サイズとか体重をお知らせするみたいな感じにしようかなと思っています。あ、ポルノキンの時も言ってましたよ。ポルノキンの動画みんな見てくれてありがとうございました。レコーディングダイエットは食べたものを記録するやつ、食べたものを記録する、食べたものみんなにお知らせするのはちょっとめんどくさいな、毎日でしょだって。うん、ちょっとそんなめんどくさいな。まあ今日ねどういうダイエットするかとかもまあみんなにお知らせして、でこれから頑張るぞっていう決意表明をした後に最後リングフィットアドベンチャーをやって、終えようと思います。でなんでリングフィットアドベンチャーなのか、なんでフィットボクシングじゃないのか、なんであんなにエヴァンが配信によく、まあ歌っ子さんがねエヴァンエヴァンがねうちの配信に来て、私が最近あまりにもフィットボクシングやってないから来てくれてたんですけども、で今日フィットボクシング久々にやろうかなと思ったんだけど、フィットボクシング探したんですよ、ソフトを。私フィットボクシングはソフト買ってやってたから、そのダウンロードじゃなくてソフト自体をで探したんだけど見つかんなくて、フィットボクシングのケースの中にはリングフィットアドベンチャーが入っていて、でちょっとこれは難しいなとなりまして、今日はリングフィットアドベンチャーにしようと思います。
まあでもフィットボクシングも今後ねやろうとは思っていますよ。はい、だからちょっとソフト探すか、まあ買うかしようと思いますわ。はい、やっぱダウンロード販売が一番楽だな、ダウンロードで買うやつがね。じゃあ早速ですけれどもサイズ発表いたしますか、みんなにね。前にみんなに発表した時はもう結構太ってた時期だったとは思うんだけど、その時からさらに太ったんですよ、あの体重もサイズも。はい、こちらに、記入していきます。まず身長は159センチですね。それどっかに書いておいた方がよかったかな。私の身長は159センチ。はい。で、公式3サイズは、確か、なんだっけな、84、60、86とか、そんな感じにしてたかな。まあ、あの私、一応、エニーカラー株式会社の所属のタレントでございますから、公式3サイズというものがございまして、それはそんな感じだったかなと思うんですけど、まあそれが今どうなっているか、まあその後も何回かね計測してますけどね。まず現在の体重、こちら昨日測りました。昨日測ったところ、ドゥルル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 ル、はい、まあ、約50キロ、まあ、50点いくつみたいなね、まあ、誤差あると思うから、まあ、約50キロとしておきますけれども、はい、大台に乗ってしまいましたよ。まあ、159センチ、50キロ。まあ、普通体型なのかな。別に、太ってはないと思うけど、正直、デブという、なんか太めの女性には入らないとは思うけれども、ただ別に痩せてはないよね。普通体型。で、前はね、47キロだったの。それが3キロ太って、50キロに乗ってしまいました。十分軽い。そんなことないですよ。私の友達とかね、164センチの48キロとかいるからね、本当に159センチ50キロなんて言えない、その子に対してはね。まあ、はい。で、目標体重、まあ今言いましたけども、47キロ。これ別にもともとこんくらいだったから、別に無理な体重じゃないんですよ。本当はもっと痩せたいね。本当は45キロぐらいがいいんですけど、まあでも2週間だから今回。それで一気に痩せすぎちゃうと、まあいやそれもう無理だと思うし、あとあんまり痩せすぎてもリバウンドとか怖いから。47。もっと太って。みんな何ムチムチの方が好きなわけ。私結構もうムチムチだよ正直。今日のサムネの体型ぐらいの体型ですよ、ほぼほぼ。ツイッターで報告あげる。ツイッターで報告あげるか。まあ、まあ毎日とは言わずともちょいちょい上げていこうかなとは思っています。そして現在の3サイズ、こちらこの間エステに行った時に測っていただいた数値がありましたので、それがまあ正確かなと思うんでそっちを発表したいと思います。ドゥルル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 ル、はいはい。85、バスト85、ウエスト66、ヒップ91。あ、エヴァン、無理なダイエットは体に負担がかかるから危ないぞ。少しずつ体を慣らしていこうぜ。エヴァン、すまん。今日は本当はね、エヴァンに会いに行きたかったの、エヴァン。うん、声、中村ゆうきさん、ユーキャンだし、
エヴァのこと結構全然好みのタイプなんだけど、ただちょっとソフトをなくしちゃったばっかりね。はい、ムチムチやんけ、はい、ムチムチですよ。はい、ケツデカ、ケツデカ、まあ、ケツデカではなく、こうやってみるとバストより尻の方が全然でかいっすからね。ランニングとスクワットか。ウエスト60超えはやばい。いや、そんなことはないぞ。正直ウエスト60だったら別に痩せてる方だ、痩せてると思いますよ。ウエスト50代っていうのは、まあアニメキャラとかアイドルとかはね、ウエスト50代かもしんないけど、ウエスト60は全然細い方だと思うけど、まあ66はまあまあまあいい数字ですよね。いい数字っていうか、しっかりした数字だと思いますよ。はい、で目標3サイズ、これちょっとまだ決めてないから、みんなと一緒に決めていこうかな。まあバストは減らしたくないから、85、まあ85、できれば85のままがいいな。まあただダイエットしたらバストも減っちゃうかもしれませんけれども、アンダー情報、アンダーは一応67とかだったかな。だからまあ持ってるブラは6、アンダー65のやつをつけてますよ。ただ測ったら67だった。ウエスト63くらい。ウエストね、まあ元の体型に戻りたいって考えたら、私もともとウエスト60って言ってたっけか、60だっけ、110110110、それはドラえもんじゃないの。まあ62とかにしようか。現実味あるんじゃない、62だったらまだ。62、でヒップ、これはね、90は割りたいですね。あれなんだよ、ちゃんとプリッとした持ち上がったいい尻してて90だったら全然スタイルいいと思うんだけど、ちょっとね、そういうわけじゃない、そういうわけじゃないんだよね。だからまあ正直尻はでかさっていうより筋肉があって、ちゃんとしっかり張ってる尻だったら90でもいいと思うんだよな。ヒップ減らすな。でもさすがに91はでかすぎるし、あとちょっとだらしがないケツで91センチだから、今スクワット、そうね、まあ数字はそんなにじゃ気にしないどくか。それでちょっと筋肉質で引き締まったいい尻を目指すってことにするか。だから90、まあでも結構でかいけどね、これでもね、90って、いや、ちょっとでかすぎないか。ちょっとじゃあ80、まあ9とかにしよっか。80代ということで、でプリケツを目指すと。私プリケツの男性がすごい好きで、もちろん二次創作っていうか二次元でもプリケツ好きだけど、レイビデオでもプリケツのすごい細くなくていいんだけど、なんかプリッとした引き締まった尻がめちゃくちゃ好きなんで、自分もそれをね目指したいと思いますね。じゃあこれでいいかな、とりあえず目標推薦。まあちょっと胸は削られるかもしれないけど、まあ目標だからね。はい、でもこういう感じで、頑張っていきたいと思います。
で、まあ、食べないで減らすというな、基本的に体重とかそのサイズって運動じゃあんまり減らなくて、本当に食べるものによるんですよね。ただ食べないで減らすのは本当に健康に良くないし、あとはリバウンドしやすかったりとかもするから、ちゃんと筋肉をつけて痩せたいんですよ。でプリケツになるにはスクワットね、みんな言ってくれてるけどスクワットが大事だからっていうので、ダイエット方法、ちょっと待ってね、今私が考えたダイエット、考えたって言っても全然大したあれじゃないんだけど、今考えているダイエット方法、炭水化物を減らし、お腹が空いたらオートミール食、運動、パーソナルジム、プランク、ダンス、まあ、こんな感じで、まず食事なんですけれども、今とにかく家にどんどんお取り寄せした食材とか、ふるさと納税で頼んだ食材がどんどん届いてしまって、でそういうおかずがすごい今美味しいおかずばっかりだから、とにかく白いご飯ばっかり食べちゃってるわけ。それでまあこんなに太ったっていうのがあって、オートミールは炭水化物やぞ。オートミールって炭水化物なの？でもオートミール食べればとりあえず体重というか痩せるんだよね、きっとね。で一時期ちょっと痩せた時があって、その時は、なんだっけ、キンパで合ってる、あの韓国の海苔巻きみたいなやつをに、米じゃなくてオートミールとチーズと、オートミールとキムチとツナを混ぜてチンして、それを米代わりに敷き詰めて、海苔に敷き詰め、真ん中にチーズを入れて、それを巻いてまたチンして食べるっていうのを TikTok で見て、それですごい痩せましたみたいな。でそれを食べてたら痩せたんですよ。だからそれをね、また材料買ってきたんで、キンパで合ってるよね。だから今材料あるから、とにかくお腹が空いたら、今まで甘いもんだとか白い米だとか食べちゃってたんだけど、それをやめて、お腹が空いたらキンパを食べる。でキンパが飽きたら、オートミールを使った軽い料理みたいなのをして食べようかなと。だからオートミールを使った美味しいおかずのレシピを知ってる人がいたら、ちょっとうたこにリプ送ってくれませんかね。リプか、それかなんかハッシュタグ作るかな。ハッシュタグなんだ、うたこダイエットみたいな。てか今日ハッシュタグなぜか知んないけど出してないな、なんでだ。あ、出てきた。ハッシュタグうたこダイエットで痩せるレシピを知ってる人はぜひとも教えてください。あ、めんつゆで食べる。サラダチキン。オーツはまずパンケーキ。じゃがいもは意外とカロリー低い。へぇー、あ、すでにみんないっぱい教えてくれてる。オートミール用のレシピ本売ってる。あ、オートミール用のレシピ本送る。あ、多分送るじゃない。買うか。それかツイッターで募集しようかな。ツイッターで募集した場合、たくさん送ってもらったら、それ全部、たくさん、なるべくやんなきゃいけなくなっちゃって、できないみたいになった時、申し訳ないからな。カロリー計算か。カロリー計算か。そういう細かいこと考えてなかったな。オートミールはレンチンしてキムチとチーズ入れるといい。あ、じゃあ結構私が食べてたキンパと同じような感じだな。それやっぱり美味しいですよね。うん、なるほどね。ありがとうございます。
レコーディングするか。いやでもするって言ってしなかった時ちょっとまたいろいろ言われるからな。レコーディングするか毎日体重。ちょっと要検討。ちょっとしますって言って忘れた時ちょっとまたいろいろね言われるだろうから。まず食事はそんな感じで、運動に関しては私今パーソナルジム契約したんですけれども、なんと今月まだ行っていない。だからパーソナルジムちゃんと行く、まあ週4回の契約だから、まあまだ月に4回の契約だから、まだ週に2回とか行けば全然月に4回行けますから、はい、まあちゃんと4回行きます。で、あとプランクね。これプランクって筋トレなんですけれども、なんだろう、腕立て伏せみたいな体勢になって、まあ調べればすぐ出てくると思うんだけど、この腕だけをついて、あと足をついて、そこで何秒間か耐えるみたいな説明下手くそなんだけど、まあそういうね筋トレがあって、でこれボイトレの先生に勧められて、ぜひやってくださいっていう風に言われて、まあプランクをやろうと思います。最近ちょっとサボってたんで、体幹に効く。そうですね。で私今ダンスも習ってるので、まあ有酸素運動はダンスでできるかなと。で歌うのにしてもダンスにしても体幹がとにかく必要ということを言われるので、なんでプランクやってれば体幹もつくということでボイトレの先生に言っていただいたので、体幹とね、あと背筋をつけた方がいいっていう風に言っていただいたことがあって、歌うのにあたって。だからプランクやってれば、まあ、腹筋も背筋も体幹もつくということなんで、プランクやろうと思います。はい、まあそんな感じで、まずは1週間後に、まあ、Twitter か配信かどっちかでちゃんと報告しようと思います。今の現状の体重とサイズですね。でさらに1週間後、今から2週間後にまた結果発表としてサイズを報告いたします。はい、なるほどね。みんなすごいアドバイス送ってくれてる、ありがとうございます。やっぱ結構ダイエット有識者にきいっぱいいるな。みんな結構やってんだな、ダイエットとか、まああとは体鍛えんのとか。プリケツは、あ、そう、プリケツがとにかく、そうだ、プリケツのためにはやっぱスクワットか。スクワットも足すか、このプランクプラススクワット。あんまり多くやっちゃうとサボるから、少ない方がいいかなと思って、家でやる筋トレは。だったらパーソナルジムで筋トレできるので、トレーナーさんと一緒にやってもらえるので、あ、じゃあまあパーソナルジムの時に筋肉つけたいですって言って、尻の筋トレやってもらうっていう感じにしよっかな。まああとはプランクと、まあスクワット、プランクとスクワットにします。じゃあ家でやる筋トレは、はい、まあ、リングフィットやれば全部解決。そうね、リングフィットで尻に効くやつも、まあ、今からもやるし、配信外でもやりたいなと思っています。ではまあ報告、まあダイエット方法目標計画の発表が終わったところで、リングフィットアドベンチャーに移っていきますかね。まああとはエステもちょいちょい行ってるんですけど、結局エステってなんか気持ちいいで終わっちゃう時とかもあって、まあ、でも一軒だけ行くと必ず痩せるエステがあって、素晴らしいことに。
なんかあの機械でいろいろやってもらうんですけど、だからそのエステは行こうと思ってます。でもうすぐちょっと痩せやすい時期に突入するので、来週ぐらいから、来週になったらエステ行く。そういう感じでやっていこうと思います。みんな応援してくれ、応援してくれよな、頼む。で、あのこの間は一切ポルノフリーにしたいと思います。ダイエットもしてポルノも制限したら、マジでちょっと制限すること多すぎて、私が私でなくなる、壊れてしまうと思いますので、ポルノは完全フリーとしたいと思います。はい、みんな、あ、応援ありがとう、応援ありがとう。ではじゃあ、あ、待って、リングフィットアドベンチャー準備しないと。忘れてた、あのソフトの準備はできてるんだけど、ちょっとお待ちください。リングもね、なくしたかと思ったけどちゃんとありました。配信前に探したところ、リングもあるし、あの太ももに巻きつけるやつもあった。ちょっと音ブツブツかもしんないな、確認してないな音。ちょっと待ちくださいね。ノーシグナル。うん。そんなはずないんだけど、ちょっと待っててください。ちょっとうるさくてごめんなさい。これでどうだ？
なるほど。これでどうだ。来た。お待たせいたしました。あとは応答だな。音ブツブツしますか。音ブツブツしているようだったらちょっと一瞬再起動してきます。 OBS を。音大丈夫。あ、マジよかった、ありがとうございます。じゃあ久々にリングフィットアドベンチャーやっていきます。ブツブツしてない。いや珍しく一発でブツブツしてないな。ジョイコン L、 こちらをリングレッグバンドのポケットに入れる。いや親切な説明だな相変わらず。え、若干プツプツしてきた。そう、プツってる。ちょいプツちょいプツちょいプツ。ちょっとごめん、みんなその場で待機してくれ。待機児童頼む。すぐ戻ってくる。戻ってきました。どうだ、ブツブツなってる。ただいまです。ブツブツどうでしょうか。なった、ありがとうございます。はい、じゃあ左の太ももの中心に巻くで、立ったまま動かないでください。はい、はい、 OK。ジョイコン R をセット。ここでね前大失敗したんだよ。こうだよな、こうだよな、でこうだよな。これで OK のはず。プラスとマイナス間違えると大変なことになるからな。みんな気をつけてくれ。私以外そんなことはやんないか。はい、リンクを押し込んでください。あ、押し込んでスタート。はい、はい、カーソル移動。なるほどね。はい、いやーめちゃくちゃ久々だな、リングフィットアドベンチャーやんの。周りの邪魔なものを片付けます。よし、あ、間違えた、違う、戻る。なんかいろいろ増えててよくわからん。一番右のがやりたい。え、普通のアドベンチャーがやりたい。ワールド、あ、これですね。4スズ。右2つはイモコです。
リングのナレーションや音声の言語を。変えられます。はい、まあ今のところいいかな。特にはい、プレイスペース、うん、まあまあまああるでしょこれ。ダメかな、まだちょっと鏡を、最近ダンスを練習してるから鏡がね部屋のど真ん中にあるんだよね。まあいいでしょこれで。やばい、アラス君空いてる。アラス君、アラス君は歌っ子たちに来られる前に追い出してあげないと。よし、6日目か。まだ6日しかやってないんで、私前日から少し日が空いてますね。はい、久しぶりに運動する場合は運動負荷を下げてみる。まあでもあんまり下げちゃっても効果薄いの嫌だから今のままでいく。ストレッチする。いやなんかこれ今日配信やる前はリングフィットやるのちょっとめんどくさいなって思ってたけど、はい、膝をホームに上げリングコンにタッチしましょう。リングフィットやの足につけたジョイコンにリングコンをぶつけないようにしましょう、はい、ラスト1回、はい、その調子です、はい、次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。なにこれ、腰痛改善のトレーニングにもなります。腰痛改善のトレーニングなの。でもめちゃくちゃ私体回ってんなこれ。ラスト1回、体が硬すぎて。はい、その調子です。続いて背伸ばしストレッチ、はい、大きく踏み込んで腰を落とします。はや、前に重心をかけずに下に沈むことを意識しましょう。腕もしっかり上げることを意識しましょう、はい、ちょっとねやっぱ久々にやるとラスト1回ずつ腰が重くなっちゃうね。何事もリングフィットって特にさ、あの、はい、ジョイコンの準備とかいろいろあるか、ジョイコン準備とか。最後は足を開いて体側ストレッチ、リングコンを持ち上げて体を横に倒します、はい、これで前かがみにならずに真横に倒すことを意識しましょう。体側や腕の筋肉のストレッチになります。ラスト1回ずつ。最近パーソナルトレーニング行ったのも先月だし。お疲れ様でした。はいはい、スパルタ王国とスパルタ隊長。何新キャラですか。あと1分のところで私もドラコに逃げられてしまった。ドラコが逃げた先はスパルタじゃなくてスポルタ王国。リングはスポルタ王国なら安心だというが。安心なのここ。ああ見て、すずドラコがあんなに近くにいるよ。本当だ。さあ今日はついてるね。ついてる、サクッと行っちゃおう、サクッと行っちゃおう。あの能力がないお前があれを超えられるかな。ドラゴ思い出してきた。ドラゴってさ、メンヘラでメンヘラゲイだったな。リングくんのこと、これなんだっけ、リングくんで合ってる、大好きなメンヘラゲイだったよな。思い出してきたストーリーを。間違えた。まずここ行きたいと思います。スパルタ隊長、さあみんなであれの討伐に向かうぞ。あれってなんすか、誰、あ隊員、あら発色のなんかいい男っぽい、ちょっとこの単純な絵柄だと分かんないけど、いい男っぽい雰囲気の、あんなでかいの
無理ですって。あんなでかいの。ただでさえあいつが来てから魔物が増えて手一杯なのに。ああ、隊員女もいるんだ。うん。バカモン、あんなの図体がでかいだけだ。我らスポルタの力をもっとすれば。ああ。とりあえず自分をやめときます。ひよってんな、褐色イケメン。ああ。私も今日はパスで。みんな行かないじゃん。どいつもこいつも。スポルタの民は生まれた時から心身を鍛えてきたはずなのに。そう、あれのせいでスポルタのプライドは崩壊寸前だ。あれって誰なのよさっきから。ここはスポルタ王国といって、国民全員が体を鍛える英才教育を受けているマッスルエリートたちの国なの。マッチョ好きにはたまらん国だな、それは。暑くなりそうだから暖房消そう。まさかこの国の人たちにまでドラゴの存在が影響を及ぼしてるなんて。あれってドラゴのこと、うん、ガチムチパラダイスガチムチパラダイスだな、スポルタ王国って。つまりはリング、え、僕たちのこと、え、我々も何入ってるわけ。国民じゃないんですけど。お、見かけない顔だがお前名は鈴鹿。お前に会ったいい名じゃないか。いきなり慣れ慣れしいなこいつ、うん、しかしお前に並ぶまだ不要、ひよっこで十分だ。名前をつけることすら許されないの、ひどくない。さあこの国を脅かすドラゴンはこの先だ。先に行って様子を見てくるんだ。ひよっこ、ひよっこって呼んでくるんだけど勝手に。このエリアを偵察しよう。はい。なんか結構さ最後の方さクリアできなくなってきてたんだよで気がすんだよね。思い出してきたけど難しくなってきて。あ、いい筋肉だね。久々に見てもいい体してる。すず、あ、私歌うって名前にしてなかったっけかな。名前変えたんだな確か。友達とスイッチやるときに歌うだと変に思われるからすずって名前に変えたんだ。あ、あって、そうだ、ああいうの取るんだった。 やっと思い出した。あー、あ、取れない、なんで全然取りやすい。マイクのコードがめちゃくちゃうるさい。あー、引っ張りか、引っ張りか、押すんじゃないのか、ありがとう。引っ張りか、有酸素運動もきついんだ。なんもないよな、取るもの。偵察するってなんもすることないんだけど、敵も現れやしないし。よし、取れた。白ごま、なんだ、行き止まり、道を間違っちゃった、うん、ちょっと待って、隊長に聞いてみよう。無駄打ちで経験値稼ぐ。無駄打ちすると経験値稼げる。スポルタすなんだこれ、うん、川があって先に進めないだと、水の上など走り抜ければいい。そんなことできるのか、マッチョは。いくら待ってもそんなことできないだろう。足が沈む前にもう片方の足を出すだけ。何を言ってるんだ、人間にそんなこと不可能だぞ。まさかお前、水の上を歩けないか。マジで言ってる。スポルタミの民なら誰でもできること。マジかよ。スポルタの民すごくない。僕の能力があればそんなことしなくても川を渡れるんだけど、あの僕の能力の左側にあるやつ、なんかアスタリスクに見えたけど、そんなことないよな。こうなったら鍛錬あるのについてくるな、ひよっこ。
お、なんか右に行けるようになった。よろずや腹筋鍛えないとな。最近のスポルタの若者は沈んじゃうんだよな。なんだこれ。あ、この人たちもなんか見覚えあんな。この右の人がさらわれたんだよな、ピーチ姫みたいに。よろずやの人たちだったんだっけな。よろずや2号店となります。一口号店とラインナップが違う。待って、お金全然持ってなくね。結構買っちゃったんだっけかな、多分。あ、でも買えるな。なんか買っとくか。攻撃力アップ。これはこれは何なんだ。あ、これ回復か。回復か。でも1個しか買えない。1個だとちょっとな、心もとないよね。体で稼がないと。確かに体で稼がないと。自分で作った方がいい。自分で作れるんだっけこれ。あ、なんかさっき白ごまゲットしたわね。エロいウェアを買うのもあり。待って、エロいウェアなんてあんの。待って、やめる。メニューで作れるか。あ、お、待って、今これか。まあ、これ露出度同じぐらいだけど、攻撃力が上がる。でも買えませんね。これ以上に露出度高いのって持って、あ、持ってないか、存在しないのかな。なんか男性用のウェアでさ、もっと露出高いのってないの。今これか。これも結構露出すでにピチピチだもんな。これ以上にやっぱこれ、露出高いのない。色が違うだけだもんな。シューズ、まあちょっと何にせよ金がないからもっと金貯めてから来ようか。じゃあ上行きますかね。水の上を渡るためには沈まず歩くための脚力が必要となる。まずはここを最後まで走り続けるところからだ。なんかやらされるそうなんだが、ここはゼニトリーの住みか。誰やねんゼニトリー。金取られんのゼニトリーって。え、ちょっといつもステージ行くとお金稼げんのに、ここだと金取られちゃうわけ。見かけたらダッシュに逃げないと金取られる。やだー、金取るんじゃないよ。今金ないんだからさ、これ以上金奪ってこないでくれる。ちょっと待って、大変なことになってます。ゼニトリーって来たらわかるのかな。すぐ、あ、今アイテムあったな。水の中では太ももを高く上げると早く進めるよ。いや、ちょっと待って。よし、いいね。あ、またか。辛い、ここ。そして金を取らないと。
全然済みやしない。どうやってここへ。おい、くそ。やばい、何これ。なんかぶつかった。いつものあいつらか。色のない敵には弱点がないんだ。なかなか手強いから気をつけて。色ないな。色ないやつは。さあ、スキルを選ぼう。スクワットしたいな。プリケツを目指したいから。スクワット。まあ、こいつでいいか。さあ行くよ。膝はつま先より前に出さないように。グッドか。あ、まだダメですか。サボった。あ、ちょっと。いいね、すごいぞ。これベスト。ダメだな。遅いんだな、立ち上がりが。立ち上がりが遅い。おい。あ、でもまだグッドだな。なんで？下がるのが足りないのか。えい。グッドだな。これベストで出るようにならないと。ボスの時勝てなくなる。はい、あ、ベスト来た。下げが足りない。振り方が足りないか。いいよ、完璧。なるほどね。こんぐらいじゃない。ダメだ、きっつ。グッドか。よし、ベスト。ベストであれしか減らねえのか。いいね、素晴らしい。あと何個やればいいの。よし、ペースアップだ。よし、いいよ。きつ。よし、いける。いいね、あと5回。よし、あと3回。これが攻めあぎ。なんか攻めあぎって最近さ、ツイッターの動画入ってるの。いいね、何攻めあぎ。なんでこんな言葉が。いい動きだったよ。腹筋ガード。はい、どうしたっけ、これ。こうか。はい、親切だな、毎回。腕じゃなくお腹に力を入れよう。お腹使うの。グッドか。ベスト。ヒロを選んで攻撃だ。え、待って、雑魚的でこんなに時間かかることある。嘘でしょ。しかもスムージーさ、もうない、一個もないんだ。マジか。腹筋、腹筋つけたいな。どれかな、腹筋。もも上げは腹筋くる？もも上げ？じゃあもも上げいってみよう。これか。もも上げ上げ。まあ、こいつから先に倒しましたね。なるべく元気よくしっかり動こう。はい、左、右、左、右、左、右、左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 、もも上げはお腹のトレーニングにもなるよ。ラリッ、あと10回。ラリッ、あと半分。右、ラリッ、右、ラリッ、逆だな。右、ラリッ、あと10回。あと10回。右、ラリッ、あ、でもこれ倒せんじゃん。あと5回。右、ラリッ、あ、まさか。右、ラリッ、最高だったよ。
はい。押し込むとき足は軽く曲げて。ぐっと、うわ、やばい、死んじゃう、死んじゃう。ハートが少ないよ、気をつけて。待って、これやっぱり買っとくべきだったな、スムージー。え、今一個持ってないでしょ、スムージー多分。あ、持ってた。え、持ってたわ。ほうれん草スムージー8個も持ってた。じゃあ買っとこう。の、買っとこじゃない。飲んどこう。はい。1個でいっか、とりあえず。まだスクワットやっとくか。とにかくスクワットでも普通にあんまり入らないんだけど、ダメージ。よし、動こう。背中が丸まらないように注意して。はい、オッケー。輝いてるよ、はい、ベスト。いい、マジで汗すごい。いいぞ。すでに汗がやばい。これはいいんだろう。いいよ、はい、キレッキレ。おっと、はい、さあさあ行きなさいよ。すごい。あ、やった、まだか。よし、あそこ行ってきた。よし、その調子。ザコ硬いよ。硬いよ。すごいぞ。こんなに硬いなんて思ってなかった。オッケー。倒せたね。やっとか。しっかりと押し込み続けよう。よし。しっかり水分も取りなよ。よし。じゃあもう一回腹筋つけるやったいから。結果じゃない、ももさ、ももあげあげ、ももあげあげ。はい、なるべく元気よくしっかり動こう。ダリッ、右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 リズムに乗ってダイナミックに動こう。右、あと20分。右、あと半分。右、おっ、あ、やったじゃん。え、あいつ弱い、ね、ナイス。あの黒いのがめちゃくちゃめちゃくちゃ硬かったな。はあ、まだあるんだもん。ただの道すがらの出来事だもん。別にボスとかじゃない。ボスとか最後の敵とかじゃなかった。あ、やばい、またハテナあったなんて。どうしよう、これこそゲット。よし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 。あー、嘘嘘、取れなかった。あ、ハート、ハート、やった、取った。どうした？リングコン押し込み。はいはいはい。あ、こいつらあれか。またモンスターか。またあの黒いやつ。黒いのいるやん。ちょっと全部やってみるか。久々に。下げてプッシュ。うん。よし、動こう。息を吐きながらリングコンを押し込もう。いいね、はい、いい動き。オッケー、最高。いいよ、はい、よし、はい、すごい、よし、はい、輝いてるよ。いや、全然削れなくね。いいよ、まあ全体攻撃だからっていうのはあったんだけど、全然削れねえじゃねえかよ。よしよし、いいね、ナイス。ベスト出してるの。
よ、はい、素晴らしい、キレッキレ、よし、完璧、早く行ってくれ、いいね、しかもたまにはこういう早く行ってくれとか、そういうサービス発言しないとね、見てる方つまんないと思うから、早く行きなさい、ほら早く行って、頑張ってるから私が、はい、はい、助からない、助からないじゃねえよ、助かんなさいよ、はい、あと3回、よし、助から、助かるの間違いだ、誰が助からないって言ったやつ、ステリケンさえ助からないとか、そういうね、そういうこと言う、ツンデレが、息を吐きながらお腹に力を入れて、よっしゃい、まだ3人も、3人も相手しなきゃいけないの聞いてない、3人も、はい、スキルを選んで、はあ、これって何、どんなやつなんだっけ、覚えてない、サービスはこっちが勝手に見出して、なんで提供されてんのは嫌なわけ、提供してあげてんのに、さっきまでの方がセクシーだった、わざとやるとダメってこと、もう一回これやるか、これもう横の2人行かせられる、リングアロー、あ、これ待って、これ初めてやるやつ、何これ、よし動こう、動こう、背筋の強化にいい運動かも、あ、これ初めてやるやつやん、いいぞいいぞ、よしよし、なんか弓矢みたいな、弓道みたいなやつやん、初めてやる、よしよし、さっきのと同じかと思って、お二人を行かせてあげて、もう二人を、いいね、この私の腕力で行かしてやる、よーし、その調子、何の何の綺麗なの、あ、やった行ったやん、あれまだやめてて、そりゃそうか、よーし、はい、あ、つらどんどん行こうか、いいね、あ、つらいと思ったけど最初は、よーし、あと3回、いや、これ明日くらい、明日くらいはまだいいけど、よしよし、あさってか、ラスト1回、ナイス、翌々日とか、よし、左右を入れ替えよう、え、左右入れ替え、はい、こうすか、こうですか、よし動こう、息を吸いながら、あ、でもよかった、入れ替えたおかげで回してもらった、いいナイス、さっきやばかったからな、よしよし、よしよし、いいね、はい、いいぞいいぞ、いいよ、いい動き、こっちの背中いかないよね、今ね、私が攻めてあげてる、全然行かないじゃないの、いいよ、最高、どんだけ耐久力あるんだろうね、よしよし、輝いてるよ、まあ、黒くて硬いけどね、全然何ていうか、よく分からなくなっちゃう、よしよし、汗がやばい、お冷や汗が、上げていこう、いいね、こんなに脇が出てるんですよ、その調子、なんか変な音してて大丈夫か、なにこれバイブ音が、なんかやばい音してる、しっかりと押し込み続けよう、はい、よし、疲れてきたかな、頑張れ、とっくに疲れてきてるよ、そんな今更じゃなくて、今じゃなくて、あ、よし、待って、ちょっと無駄遣いしたかな、まいっか、じゃあスクワットもう一回いくか、てかささあ行くよ、コインゲットしないと、お尻を突き出した状態で行おう、コインどうやってゲットできるんだ、あの敵がいたところにコインあるんだけど、いいよ、ゲーム音がでかい、あ、ゲーム音がでかい、
こんなもんかな。ちょっと下げました。え、でもこれでスクワットできるのすげえありがたいな。待って、この主人公こんなにケツの線はっきり見えてたっけ。すごいケツの線はっきり見えてる。いいね、このケツの線を見て頑張れってことか。まあ女性だったら男性主人公の、女性主人公、女性、あ、男性だったら女性主人公の後ろ姿のケツのエロさを見て頑張れということか。これは鍛えられた、鍛えてこんなケツの線が見えるようになったのか。もうそれでいいよ。何を諦めてんの。よしよし、そういうことじゃないの。男性だったら男性主人公、あ、そうか、いいね、私としたことが間違い、間違えた。男性だったら 男性主人公にケツを見て興奮できるのに、ね、よし、はい、素晴らしい。いや、つらっ、スクワット一番つらいやっぱ。キレッキレ、やっぱ尻の力ないんだよ私、尻の筋肉ないんだね。いいの、こんなつらいってことは。いい、ね、食い込んでるのか、食い込んでてこんなに尻が、尻の形がキレしてるのね。オッケー、つらっ、ペースアップだ。あ、よしよし、ケツを見て頑張らないと。オッケー、いいよ。この主人公ね、いい、ある界隈ではこの男性主人公がエロいってめちゃくちゃ評判ですからね。それで私始めたしなかもしれない。やったぜ。あ、勝つと自動的にコインもらえるんだ、水分取ろうね、よかった。はい、水分取るわ。お、終わり、そろそろ。待って、前こんなに早くさ、こんなに早く疲れてたっけ。めちゃくちゃ体力なくなった。気をつけて、ああ取れない。この辺りはゼニトリーのテリトリーなんだ。なんかごちゃごちゃ言ってんな、なんか聞こえ、よく聞こえなかった。テリトリー誰の、あ、そう、さっき言ってたゼニトリーか。ゼニトリー来る、ゼニトリーに見つかったみたいだ。やばいやばいやばい、金逃げて、金取らないで、はい、金だけは取らないでくれ頼む。てかなんで逆になった、ここ吹っ飛ぶのか。こんだけせっかく一生懸命金一生懸命集めたんだ、金取らないで。あ、うん、あ、よかった、逃げ切れたようだね。よかった、あ、止めろ、はいはい、うん、いいよ。いや、こりゃいい運動になるわ、ね、いいゲームですわ、本当に。レベルアップはそろそろかもね。レベルアップそろそろ、やった。あ、やばい、ジム行かなくていいもんだ、これ、まあ、ちょっとただフォームとか心配なところはあるけど。お、お腹押し込み、謎ジャンプ、私も謎ジャンプしてました。そのまま僕をお腹に押し込み続けて、僕をお腹に押し込む、僕をお腹に押し込めてんのかこれ。あ、レベルアップ、レベル19、はあ、そう、いいよ、やばい、汗がやばい。え、何、まだあんの、まだ続きあんの、もうゴールじゃねえんかい、まだあるんかい。あ、もうセリトリー来んな、マジゼニトリーだけは来るな。あ、スクワット、はい、あ、はい、あ、え、何これ、あ、こういうこと、何これ、な、そういうことね。なんかゲットした、基本の4色レシピ、あ、スムージーのレシピ覚えた、やったぜ、やったね。あー、ゴールだ、やっとゴールだ、はい、走り切ったね。さあ、ビクトリーポーズで、うん、これまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。 EXP ってエクササイズポイントの役だったんだ、はい、腰を下げてスクワットパワーを貯めて、はい、全身を伸ばして、はい、ビクトリー、こんなんだったな、や、思い出したぞ、ビクトリーポーズ。調べる、右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。
ここ？ここですか？測定しています。そのまま動かさないでください。心拍数。123、適度な運動。マジか。脂肪燃焼を目指すのにぴったり。持久力の向上を目指すなら運動負荷を上げてみましょう。あ、そうですか。じゃあまあいいじゃない、ちょうどいい負荷ってことじゃない。つまりはそうだね、きっと高すぎず低すぎずってことなんじゃないか。重すぎず、うん。え、消費カロリー43か。うん。歌子にも心臓はあったんで。皆さん何やってんの？あるに決まってんだろ、心臓ぐらいよ。何だと思ってんすか、私のこと。体力ある？え、私体力あるってことなの？そんなに思ったほど心拍数上がってないってことか。いい足してるじゃないか。それこれなら次の特訓に進めも良さそうだな。まだやらせんの？もういいよこれで。そんな認めてくれたから次の特訓に行っちゃうわけ。認められると。そろそろ休憩しませんか。ちょっと待って、一回考えさせてくれないか。ちょっと結構辛いけど、でもさっき見たら意外とまだそんなに心拍数いってないから、あと、もうちょっとやった方がいいのかな。ここから、ここからマジで言ってますか。じゃあちょっと水飲んで休憩してからあと、ワンステージ行くか。いやね、汗がやばい。最初に暖房つけてたのがまずかった。うん、水分取ります。43カロリーだぞ。まだまだ43カロリーか。43カロリー。じゃあこのあとウーバーイーツから来たらご飯食べたらもう全然プラスじゃないの。マジか、まだ43カロリー、43カロリー。まだマジか、代謝悪いんだな私。じゃあこのまま続ける。ウーバーワークに注意して、はい、親切ですね。ここクリアして次何。これこれこの下の何、これ何、これ見てみる。ゲームジム、ボックスブレイクを遊んでいただきます。クリア目指して頑張ってください。ゆっくり木箱を連続破壊しよう。バストアップ、いいじゃん。バストアップしたい。二の腕をね、今タップタップだから二の腕もスッキリさせたい。いいじゃん。これやりましょう。なんだかよくわかんないけど、はい、あ、こうか。どういうことね。ん、風船入り、これか。ほいほいほい、方向のズレをセットできる。いや、よし、リセットできる。時間内にたくさん木箱を壊そう。レディー、ここから始まるのか、やっと。あ、よしよしよし。腕の力が足りないときは体にリングコンを近づけて押し込もう。はい、いい感じ。おー、すごい。あー、違う、これ、これ、私、違う違う、ここじゃない、そっち。あー、え、まだダメ。はい、はい、いいよ、はい、はい、あー、あ、でもバスタット、二の腕って思って頑張るんだ。歌子、頑張る、頑張るんだ、歌子。ナイス。あ、あ、こういう汚い喘ぎ声は好きな人もいるから、いろんな需要に応えて。あー、ちょっと待って、
テクナシウタコ。おい、嘘でしょ。あ、ランク B。 ランク B ちょっと達成、ギリ達成か。よくないね、あんまり。変なこと考えるな、変なこと考えたからダメだったのかな。もう一回やりたいな。おめでとうございます。すごいすごい、ボーナス。あ、ボーナスもらえるの。あ、ゴマスムージーのレシピ。お金もらえるわけじゃないんか。配慮助かる。まあいろんなね、あの可愛い喘ぎ声が好きな人もいれば、汚い喘ぎ声が好きな人もいるからね。私は可愛い喘ぎ声の方が好きやけどね。ちなみになんか、んほーとかんぎとかね、そういうのはマジで全然好きじゃない。なんでそういうの好きな人がいるのか。ああ、そこ行ってくる。ああ、狙いが定まらない。息を吐きながらリングコーンを押し込もう。やばい、2回目の方が辛い。あとやめなきゃ。バストアップ違う、シェイプアップが期待できるよ。ちょっと全然ダメだね。さっきよりやばいんじゃないか今回。やばい、もう辛い。ナイス。ちょっとあんまり急ぐよりもちゃんと狙い定めた方がいいや。いい感じ。ああ、やば、さっきより全然点数低いじゃん。ダメだこれ、終わる。いやー、ダメだな。いや、これでもバストアップと二の腕行ってしまったんかな。バストアップしたんかな。まあ一回じゃね、そんなないと思いますけど、何回かやるまで。じゃあこれ最後ここやって今日終えたいと思います。もうそろそろ限界ですわ。豚子限界です。ちょっと入っていけないところに、随分入っちゃいけないところに、入っちゃいけないところに入っちゃった。入っちゃいけないところに入っちゃったってエッチだな。でもね、あれですから、直腸、直腸に、直腸っていうかなんだっけS 字結腸に入るのは、入ると本当に気持ちいいらしいです。あれはファンタジーじゃなくて、あ、ガチらしいですから調べたんだけどね。おすすめレベルに達していません。え、マジか。ちょっとやばそうだな、それは。どうしよう。でもさっきのところもう一回やりたくないんだけど。最初は痛いぞ。まあね、最初は痛いはそれはそうだと思うんだけど、なんかちゃんと気持ちよくなる期間みたいですね、 S 字結腸っていうのも。え、びっくりマークのところ、ここでしょ。ここが今、え、今ここ行ってなかった。私腕の力が必要だ。マッスルエッグがたくさん落ちている。私ここさっき、え、ここ行ってなかったか、間違えたか。マッスルエッグを15個以上集めてきてもらうか。あ、よかった。あ、ここは大丈夫なんだ。さっき変なとこ行ってたんだね。失礼しました。簡単そうに見えるが、走りながら上半身を鍛える全身の鍛錬だ。気を抜くなよ。あ、ここは大丈夫な、多分おすすめ、おすすめとかないんだ特に。マッスルエッグを15個以上集めてゴール。まあ普通のステージじゃないんだ。天外エッグ、天外エッグはかき集めればいいの。マッスルエッグって何、天外エッグ、ま、何マッスルエッグ、天外エッグな、え、ちょっとよくわかんないけど、とりあえずやるか。確かに、なぜ、あ、今押しちゃったの、間違えて。よし、行こう。マッスルエッグを15個以上集めてゴール。はい、見ればわかんでしょ、マッスルエッグってどれだか。今全然わかんないんだけど、どれだか。あ、え、どこにあんの、え、え、どれのこと。あ、ちょっと、あ、なんかあのあれか、これか、
この紫か、この紫のだな、この紫だな、紫のビックリマークのやつ、これですね。あんまり早く行っちゃうと見落とすから、あんまり早く行きすぎないように、早く行きすぎないように。まだ5個か、あったあったね。ちゃんとしっかり見落とさないように見ていかないと。あ、あれ、あそこにあるね。よしよしよし、あ、あるある。あ、結構順調に集まってんじゃない。なかなかないね、ここは。何もないスペースのか。あ、あったあったあった。あとは、あとはどこ。あ、今13個か。あ、やばい、ここめっちゃ今ハテナあのアイテムあったのに取り逃しました。あ、ここはやばいやばいやばい。え、待って、落ちる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 、落ちていいのか。落ちたらどうなる。もうないの。え、待って、さっき上にはあったけど下にはないとか、そういうことだよ、もしかして。え、全然見当たらないんだけど、どうして。さっき上に行くべきだったの。全然ないよ。ルート分岐、ルート分岐して、こっちダメな方のルート入っちゃった。あ、でもある、あるあるある。お、ケーブルだ。フォークを使えばぶら下がれるよ。え、どんなこと言ってる。なに、あ、これか。リングを使えばぶら下がれる、こういうこと。はい、ありました。肘を少し曲げて、フォークを引っ張り続けてみて、はい。あー、こういうアスレチックあるね、楽しいね。うおー、え、進まなくなったんだが、どうして。進まねえんだが。え、なに、おっそ、つらい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 。早く早く行って、早く。あ、い、あ、あー、あー、で、上げてるだけでも強いんで、結構。よし、もう15個ゲットしましたね。そして、あ、よかったよかった。まだあるし、あ、よかった、余裕でクリアできる。あ、ここで、はい、ゴール。腰を下げて、はい、伸ばして、はい、ビクトリー。あ、こんな言い方の時もあるんだ。調べようか。今回全然多分心拍数上がってないと思う。軽い運動、まあやっぱりね、そうだよね、やっぱりね、そうだよね、しんどいね。ああ、意外ときつい鍛錬だったね。このマッスルエッグを隊長に渡しに行こう。早速だが稼働させてます。いや、15個以上十分あれでしょう。はい、卵に有良質なタンパク質や必須アミノ酸、ビタミンやミネラルなんかも入っていて、体作りには欠かせないスーパーフードなんだ。あ、そうなんだ。毎日欠かさず食べて、単に材料調達させられただけ。おい、ふざけんな隊長、何利用してくれてんだよ。なんだその子は。これは歴史として鍛錬だ。本当か、本当に鍛錬なのか。その脚力と腕力ならひよっこは卒業してもいいだろう。
お前はルーキー、まだ名前で呼んでくんないの。ルーキーってなんだよ、名前で呼びなさいよ。その調子で鍛錬を続けるぞ、ついてこいルーキー。結構あれですね、ツン分が多いんだな。ツンデレ、ツン分が多いツンデレ、なかなか出れてくれないね、この体調は。で、今私レベル18、19、ここはまだ推奨レベルじゃないのかな、もしかして。まあというわけで、ちょっとね辛くなってきたから、さっきやめようとしたところから一応ワンステージ進みましたので、まあ簡単なステージだったけども、楽なステージだったけど、ワンステージ進んだし、あとあのなんかよくわかんない箱壊すやつもやって、バストアップと二の腕の運動できたから、ちょっとあの今日ここまでにしてこうかなって思います。はい、あの本当はねこのステージクリアまでみたいなできたらよかったんだけど、ちょっと明日の筋肉痛が怖い、明日か明後日かし明後日か分かりませんけど筋肉痛が怖いんで、2日に1回やったら良さそう。確かにね、2日に1回ぐらいやりたいとこだね。それがちょうどいいんだよね、確か。毎日やっちゃうの良くないって言いますからね。はい、じゃあすいません、今日はこれで終わらせていただきます。こうセーブとかあんだっけ。はい、今日はここまで。で、一応クールダウンしよっか。あの一緒にやってくれた人もしいたらね、クールダウン一緒にしましょう。まあ、多分いないか、みんな一生懸命コメント打つのに一生懸命だからちょっとできないな。でも私のこの配信をきっかけに一緒にダイエットしますって言ってくれたりとか、運動しますとか言ってくれた人がね結構いたから嬉しかったですね。一緒に頑張ってください、ぜひとも。一人よりみんなでやった方が続く気がする、みんなが頑張ってるって思えば。あ、なんと今日で下げてプッシュの累計300回、はい、達成できない回数、本当にめちゃくちゃ褒めてくれるやん。体が冷えないうちにスターティックストレッチ、はい。あ、ずっとトレーニングしてた。スタティックストレッチを始めます。いいね。リングコンは使いません。あ、使わないの。安全な場所に置いておきましょう。一緒にストレッチしてくれた人だ。両手を上げて、一緒にトレーニングしてくれた人いたんだね。嬉しいな。肘を下に押し込みながら、はい、二の腕を伸ばしていきましょう。あ、スクワットしてた。おー、いいね。まだか。反対側も同じように行います。はい、上半身が横に倒れないように注意しましょう。はい、はい、自分の息子をトレーニングしてた。ふざけんじゃねえぞ、何やってんだ。こっちが一生懸命運動してるときに何言ってんだよ。ゆっくり体を戻します。はあ、左腕を横に伸ばし右腕で抱えるようにします。腕を引き寄せ左肩の筋肉を伸ばしていきましょう。さっきあんなにね散々使えないだろ、みんななんか言ってたくせに。息子の運動できたんですね。同じように行います。この最中、まあ、別にこの配信見ながらやってたとは限らない。反動をつけないようにゆっくり伸ばしましょう。単になんかおかず見ながら配信見ながらみたいなやってたんですかね。よくわからんけど。ゆっくり体を戻します。左手を前に出し、右手で左手の指を押さえます。左手首を反らしながら腕の前面を伸ばしていきましょう。お、一緒に頑張りましょう。嬉しいね、一緒にダイエットしてくれてる人がいる。反対側も同じように行います。結構マイナス10はきついような。腕を引き寄せることでより伸ばすことができます。ゆっくり体を戻します。男優の声が好きな人もいるからな。おい、どういう意味だそれは。お尻は腰男優って誰のこと言ってんだ。手は前方に伸ばしていきましょう。男優の声が好きな人もいるって、それもうゲイじゃねえかよ。
男優の声で抜いてるんですよ、その人。男優の声が好きな人がいるっていうことは。左膝を曲げ、ゲイの方は普通の AV のを見るみたいですかね、太ももの前側を伸ばしていきましょう。でもすごい気持ちがわかる。私も普通の AV 見てて男優ばっかり見ちゃう時あるから、男優がイケメンとかだったりするとね。腰を反らないように注意しましょう。リングくん、男優ってリングくんのこと。ゆっくり体を戻します。何も、もう何が何だ。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。おねしょたも実質ショタで抜いてるとこあるよね。結局おねしょた好きの男性ってショタが好きなショタコンってことなの。まあ、もちろんお姉さんで抜いてる人もいれば、ショタが可愛くてショタで抜いてる人もいる。つまり男が好きってこと。なんかおねしょたノンケの人でおねしょた好きの人でショタが可愛い方がいいみたいな言ってる人いるけど、それってつまり男が好きってことですよね。そういうことだね。はい、じゃあみんな今日は私のダイエット配信にお付き合いくださりありがとうございました。最後はスパチャイムさせていただいて今日は終えようと思います。ショタコンはゲイじゃない。あ、ごめんなさい、ぶち切れてる人。ショタコンはゲイじゃないのね。まあショタが好き、男だけどショタが好きってことね。ゲでもゲイではないと、そういうことね。まあノンケもね、ショタとか男の子は好きですからね、みんなね。みんなかわかんないけど、男の子はノンケ、むしろノンケ向けのコンテンツだからね、男の娘はね。でまあ普通のショタの方もゲイじゃなくて普通のノンケが好きだったりするからね。ああ、最近もおねしょたもの見ましたよ。森島コン先生っていう素晴らしいおねしょた作家さんがいらっしゃって、その方の、おねしょたを見ました。すごく最高でした。はい、まあ これから私にとってきつい2週間が始まると思うので、ポルノは存分にとってストレスをためないようにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ポルノ禁はしばらくしません。はい、では、これから2週間頑張りたいと思いますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。ではスパチャイムに移らせていただきます。森島コン先生好きな方結構いらっしゃる。王道ですね。ああ、結構王道なんだ。でも森島コン先生のおねしょた好きな人はお姉さん、なんかお姉さんメインで書かれてるものもあれば、ショタメインで書かれてるものもあるから、普通にショタが好きな人だと思うんだけど、まあ、うん、まあなんともね言いませんけどね。それでは、でもやっぱり運動すると気分明るくなるね、本当に今日思いましたけれども、いいことしかない、運動は。あ、で本日はですね、あれだ、動画の分のスーパーチャットも一緒にお読み上げさせていただきたいと思います。動画にも投げてくださいまして誠にありがとうございました。そうだね、あー、わかる。そうだよね、運動って本当そうなんだよね。やる前は面倒いけどやった後はやってよかったとも、本当そうなんだよね。ほんとやるに越したことない、やった方がいいに決まってるんですよね。女子 VTuber が教える、ここからか、その前の発展場に投げていただいたものと合わせて、ちょっと長くなると思いますが、お付き合いいただける方はお付き合いいただければありがたいです。
たくさんスーパーチャット本当にありがとうございます。マッシュマロさん、名言僕対抗でした。あ、これ大丈夫だよ、読んで大丈夫だな。名言のスパチャだけど発展版に投げていただいてるんで、季節を感じる名言、まさに顧客過去私が求めていたものなので、これからことあるごとにやってほしいです。11月のおたこさんのことばかり考えていたら一瞬で過ぎました。年末も忙しくてあっという間に終わると思いますが、うたこさんにとってもうたこ諸君にとっても良い月になりますように。ありがとうございます。面言楽しんでいただいて幸いでございます。季節ごとにやっぱり季節を感じる面言でいいかもしれないですね。この間はモジョレーヌーボーだったけど、12月も季節を感じる面言やりたいなと思います。一回やったけどもう一回ぐらいやりたいなと思ってる。ちょっと やりたいなーで、あのやらなかった時申し訳ないんですけどもね、はい、ありがとうございます。カイチさん、ロスジャ最終回アーカイブ見させてもらいました。約2ヶ月間生活の一部になっていたので終わるのは少し寂しく感じますが、とても楽しく濃厚な時間を過ごしました。改めて感想おめでとう&お疲れ様でした。ロスジャ最終回見てくださってありがとうございます。生活の一部にまで感じてくださって、まあ、ロスジャあのロスジャすごく面白かったので、ジャッジアイズも、そのうちちょっといつになるか分からないけど配信ではやりたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。エメルさん、スケベブ 3D お疲れ様でした。スケベブ史上最高に面白かったです。カルタで BL 関連を必ず取る歌子お姉さんはさすがだと思いました。モザイクがあることでスケベ感が増して、これぞスケベ部という感じでした。アーカイブと先生のチャンネルが飛ばないことを祈っています。最高の誕生日になりました。ありがとうございます。あ、お誕生日だったんですね。おめでとうございます。そしてスケベ部の配信の感想、嬉しい感想ありがとうございます。アーカイブと先生のチャンネルが飛ばないこと、アーカイブはお星様になっちゃったんだな。はい、見てくれた方々本当にありがとうございました。ただ見れなかった方、アーカイブが残らずまだ見てかなかったのにという方、申し訳ございません。ちょっとスケベ部の配信はちょっとやらかしすぎてしまったなと思って、配信してなかった期間深く反省しておりました。まあそれ以外にもちょっといろいろあって配信できなかった期間は、別にまあ理由はあったんですけど配信できてない、まあ、それは名言でね言ったんですけど、はい、ちょっと、今後はしっかりと LINE を見極めていきたいと思います。本当にでも楽しんでいただけたようでありがとうございます。闇夜闇さん、アーカイブ追悼台、追悼台ありがとうございます。あ、もうこの時にアーカイブ行ってたんだな。カイチさん、お香伝、お香伝ありがとうございます。アーカイブの歌方はじめさん、教育大会拝見させていただきました。可愛らしくありたいという心意気や、センブリ茶を飲んだ時に両手を添えていたところが大変可愛らしかったです。思わず笑ったのですが、ダンベルを持ち上げた時に皆様がずっこけるシーンです。番組での一番のハイライトだったと思います。ギリ拝見できて本当に良かったです。こんばんはお疲れ様でした。クイズ大会見てくれてありがとうございました。いや、細かいところに可愛さを感じてくれて本当にありがとうございます。ダンベル持ち上げた時ね、ちょっと思いのほか軽々とは持ち上げてしまってね、みんなを驚かせてしまいましたね、はい、本当に見てくれてありがとうございます。ゲルダの涙さん、人生で初めて大好きになった某バラエティ番組がこんな形で復活するなんて夢にも思わなかった。あ、これトリビアの BL トリビアの泉。あ、トリビアの泉そんなに好きだったんですね。よかった、そう言っていただけるとトリビアの動画編集したて作ってあげた甲斐があります。ありがとうございます。杉田芽衣さん、ありがとうございます。星野さん、ありがとうございます。フレディ・マーキュリーさん、ありがとうございます。浮田さん、動画アップ嬉しい、ありがとうございます。動画今後も今作ってるのいくつかあるのでどんどん上げていきたいと思っております。ありがとうございます。カイチさん、哲学者アヌストセッ
レッスはこう言った。人は生まれながらにして掘ることを欲する。そうなの？本当にそんなことがあるの？掘ること欲してるのか、誰しもが。なるほどな、勉強になるな、ありがとうございます。 SS2AI さん、読み方これ合ってるかな、間違ってごめんなさい。友達が女装に目覚めたんだけど、おすすめの化粧品ない？おお、いいですね。普通ののんけの普通の男性とその友達が男の子というか女装男性というコンビ、いいですね。そうだな、私が使ってるのは、やばい、なんだっけ、あのうたっこさんに勧めていただいたやつなんだよ、私が使ってるやつ。ちょっと調べますわ。なんて探せばいいんだ。検索して出てくるかな。ミネラルファンデーションなんだけど、エトボス？エトボスだっけな。あ、本当にエトボスだっけな。あ、エトボスだな。あ、待って、ちょっと、あ、違う、バントルテ、これだ。え、多分そうだな、バントルテ、確かバントルテだったと思う。とにかくね、ミネラルファンデーションで、さらにその、合ってる合ってる、バントルテだ。ミネラルファンデーションの中でもすごい肌にいいやつを使った方が良くて、まあその方が肌強ければ気にしなくていいと思うんだけど、バントルテ、違う、 BAN の方じゃない、 VINTORTE でバントルテでございます。バンはバン、ウニちっちゃい点、あ、ウニ点点にちっちゃい、あのバです。はい、でバントルテ、これで検索していただければ出ると思うんですが、本当に肌が荒れなくなりました。ミネラルファンデーションを使い始めて、バントルテも良かった。その前の、なんだっけな、その前に使ったやつもすごい良かったですね。それもミネラルファンデーションで、とにかくミネラルファンデーションを使うようになって全然肌が荒れなくなったので、おすすめしたいです。はい、ありがとうございます。闇夜闇さん、801兵、ありがとうございます。801兵、これトリビアだから、ね、トリビアの泉だからね、投げてくださった分なんでね。筋肉隊長ケセンさん、かわいい桃尻のスーパースティッカー、ありがとうございます。うたこお姉さんのチャンネル登録よろしくねさん、ありがとうございます。マグノリアさん、ありがとうございます。うたかたはじめさん、これは歴戦のプロ、歴戦のプロあれか、 BL 知識がプロいっていう風に褒めてくださってるのかな、ありがとうございます。わさわささん、ありがとうございます。白魔術師術師醸造中さん、ありがとうございます。ブルースさん、明日使えるトリビア助かる、これで歌っ子でオフパコするときも安心や。オフパコはステージ OFPK になったけど、オフパコと読ませていただきました。そうです、歌っ子さん同士でいろいろするときのためにも知識をみんなに教えておいた方がいいと思ってね、提供させていただきました、ありがとうございます。男同士密室10秒間、何も起きないはずがなくさん、ありがとうございます。ミストチャンネル、日本生類総研広報部さん、明日使える村知識 BL トリビアの泉始まります。その通り、
結構トリビア覚えてる方多かったようで良かったですね。みんなトリビアってなんだよっていうね言われるかと思ってたんだけど、ありがとうございます。ケイシーさん、明日使えるトリビア、牛はめちゃくちゃ早漏。あ、そうなんだ。へーへーへー、初めて知ってました。ありがとうございます。島津義久さん、明日のための勉強台。この明日がね、あの明日っていう感じじゃなくてカタカナで明日なんだよね、まあ、でも合ってるね。明日のための勉強台合ってますね、はい、ありがとうございます。いたこお姉さんのエプロンさん、ありがとうございます。 HRK さん、あへーあへーあへー、なんか一文字多いんですけど、あへーってあえぎ声っていうこと。え、違うな、あえぎ声ではないな、うん、ありがとうございます。ヨーコーンさん、明日使える、かっこ使わない。いや、使っていただいて構わないですけどね、こちらとしてぜひ使ってほしいんですけどね。ありがとうございます。田島ゆうきさん、なんでためになる動画なんだ、泣いてる顔。ためになるか、よかった、言ってもらえて嬉しいですね、ありがとうございます。ちーちゃんさん、ためになりました。ためになったようで本当に嬉しいです、ありがとうございます。ドーストサンドイッチさん、ハートのスーパーステッカーありがとうございます。マッシュマロさん、ヘイボイス販売してほしいです。誰が買ってくれるんだろうな、ヘイボイスありがとうございます。田島ゆうきさん、スケベム 3D コラボお疲れ様でした。あの 4D でしかできないぶっ飛んだ内容でとても楽しく見ていて元気にかっこ意味深になりました。アーカイブくんは残念だったね。みんなアーカイブくんを追悼してやってくれ。アーカイブくんね、当日は元気だったんですけどね、はい、元気になっていただいたようで本当に嬉しいです、ありがとうございます。芹沢さん、ありがとうございます。ここから、ポルノキンチャレンジの動画のスパチャになります。歌コンポッチャマ千里さん、ありがとうございます。フレディーマーキュリーさん、7日よりは短いに801円と Y の尻をかけます。尻かけましたね。じゃあみんな歌こと私で好きにしていい、そういうことですかね。7日より短いで、あ、それであったから違うか。7日より続いてれば好きにできることだった、好きにできるところだったんですけれどもね、残念です。ありがとうございます。ゲルダの涙さん、年末のお忙しい中ポルノキン本当にお疲れ様です。とんでもございません。忙しいからこそね、ポルノキンした方がいいんですけどね、ポルノに時間割いちゃうよりね。ありがとうございます。カイチさん、ありがとうございます。マグノリアさん、ありがとうございます。カイチさん、結果がどうこうじゃなくて挑戦する姿勢が大事だから、かっこ震え声。これまだ始まってない時になんで震え声でこんなことをおっしゃってるんだ。何か、予見していたんでしょうかね、予知してたんでしょうかね。ありがとうございます。マッシュマロさん、この表情本気だ。いや、本気でやったんですよ。あの本当にこれネタでやったわけじゃなくて本気で続けたくてやったのにこんな結果になっちゃったんですよ。ありがとうございます。木島みだりさん、2桁はない。いや、その通りでした、合ってました、はい、ありがとうございます。星野さん、ありがとうございます。歌子お姉さんのチャンネル登録よろしくねさん、ありがとうございます。ゾウさん、ありがとうございます。自己リーダー夏目さん、ありがとうございます。浮田さん、ありがとうございます。 Do not resuscitate さん、ありがとうございます。あ、かわいい顔文字ありがとうございます。ケイシーさん、ワンコの元気って言ってるかわいいスーパースティッカーありがとうございます。おちんちんランド大赤字さん、大赤字か、そうか、残念だ。頑張れ、応援ありがとうございます。鉄さん、頑張れ、応援のお言葉ありがとうございます。 KBO84221 さん、予想通りのうち、あ、もうこれすでに結果分かっちゃったところか、はい、予想通りでしたか、ありがとうございます。ブルースさん、予想していたより長かった、2日目もポキンできて偉い甘すぎないか、予想何日予想したの一体、ありがとうございます。闇お闇さん、古代ありがとうございます。そのコメント欄ちらって見たら、このご時世だからねっていうコメントあったんだけど、おちんちんランドが赤字なの大赤字なのこのご時世だからなんだ
そうじゃなければ普通に黒字なんですかね。好きな、まあ私は少なくとも間違いなく行きますけどね。はい、ゆうぞうさんありがとうございます。ちーちゃんさん2日も我慢できて偉い、お疲れ様でした。いや本当に歌子はみんな優しいますね、ありがとうございます。タコ山田さん古代あポキンてんてんてん、あのポキン頑張りましたよ私なりに。ありがとうございます。バリカンさん鈴鹿先生の次回作にご期待ください。俺たちの戦いはまだ始まったばっかりだ、はい、今後もポルノキンしっかりと頑張ってまた何回でも挑戦していきますので応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。カルメン大丸さんヘノヘノモヘジヘノヘノモヘジヘノヘノモヘジありがとうございます。闇尾闇さん本編は先っちょに過ぎなかったか。そうですね、本編よりもその後が長いという結果になってしまいましたね。ありがとうございます。まああの本当にネタバレ防止のためなんですけれども、浮田さんありがとうございます。かゆりさん海里さんどっちだろう、ありがとうございます。歌方はじめさん実録動画拝見しました、拝見いたしました、かっこ以下ネタバレなので読み上げ不要、あそっかこの動画のネタバレってことですね。あーすごい細かいところを褒めてくださってますね、ありがとうございます。ずっとあの笑っていただいているとても嬉しいです、ありがとうございます。あの動画師さんもねあの粋な演出をしてくださってね本当にありがたかったですね、ありがとうございます。歌コンぽっちゃまちさとさんありがとうございます。あここからあここ、ガチダイエット配信今日の分のスパチャになります。ムーンゲイトさんありがとうございます。しばらくちょっと面言のスパチャが続きまして、面言のスパチャは面言中に読ませていただきました。ちょっと飛ばさせていただいて発展場の方のスパチャ読ませていただきます。歌方はじめさん面言を拝見した夜非常に幸せな夢を見ました。なぜか歌子お姉さんと歌舞伎を観覧しに行く夢です。途中恋人つなぎしていたのであればデートです、していたのであれはデートです確信、そうであってほしい願望、出演ありがとうございました、お目汚し大変失礼いたしました。いやー歌っ子さんの夢に出ることができて嬉しいですね。私もね歌舞伎って見に行ったことないですね、ちょっと興味があるけれどもね。いやでも私の夢にも歌っ子さんたち出てきたことありますからね、前にも配信で言ったけど、なんかすごいだだっ広い宴会場みたいなところで歌っ子たちが、まあ、座敷の宴会場みたいなところで座ってて、で私がそれ何なんだろう、ファンクラブイベントみたいな感じなのかな、で私が一人一人にいつもありがとうございますとか言って回って席を回って一人一人と喋ってるみたいな夢見たことありますね。そこで歌っ子たちの顔をねその時初めて見たんですよね。まだファンクラブイベントで1対1で喋る前だったんで、夢の中で初めて見た歌っ子たちと会ったっていうね、すごい楽しい夢でしたね。ディナーショー、あ確かにディナーショーっぽい雰囲気あったかもしんない、ただなんか宴会場みたいなとこだったけれども、はいありがとうございます。ねっぴぴさんハートのスーパースティッカーありがとうございます。白魔術師術師醸造中さんダイエット格言ボットというダイエットのきっかけや停滞期の励まし、リバウンドした時の8分材料になりそうな内容をツイートしてくれるボットがあります。もしよろしければぜひ一度ご覧になってください。ありがとうございます。ちょっと見てみます。こういうのモチベーションを落とさないようにいいですね。ありがとうございます。カイチさんエヴァン、いや本当はねフィットボクシングやろうとしてたんですよ、してたんですけどね、だから見つけ次第またやりますからソフトを、ありがとうございます。チコルは恥だがあれが立つさん、エヴァンは犠牲になったの
いや、エヴァンに私もまた会いたいんですけどね。会いたい気持ちがあるんだけどね。ありがとうございます。シーズン・イン・ザ・さん、ありがとうございます。陸道凛音さん、ありがとうございます。切り出しボイコンさん、んたこお姉さん。え、これ何？な、ここに何？歌子じゃなくて、豚子とかそういう言葉が入るって言いたいんです。こういうことですか？今日のサムネで完全にそんな感じですけどね。ありがとうございます。男同士密室10秒間何も起きないはずがなくさん、ありがとうございます。デュラさん、ライムップの曲の前半の部分が聞こえてきそうなサムネ、確かにちょっとそれ意識したかもしれないから分かってもらえて嬉しいですね。黒バックだしね。ありがとうございます。白魔術師術手醸造中さん、幸せなクリスマスが迎えられるよう、タコお姉さんのダイエットを心から応援します。かっこちなみで、幸せなクリスマス、クリスマスのために痩せるか、それはありですね。まあ特に今予定病院しか入ってないけどね、鼻の手術するのの病院の検査が24日に入ってます。まあ面言では言ったんだけど、別に24日に入れるつもりなかったんだけど、空いてる日いつですかって言ってたら24日になっちゃって、後から気づいたっていうね。ありがとうございます。歌子お姉さんのチャンネル登録よろしくねさん、ありがとうございます。生島みだりさん、楽しみ、楽しんでもらえたのは嬉しいんですけれども、ありがとうございます。サンタトナカイさん、秋と冬の果実でさらに超えた自分にとって耳が少し痛い配信だ。お姉さんの配信を見てモチベ上げます。秋と冬の果実ってなんだろう、あれか、みかんとかってことかな。果物ってそんなに太るのか、はい、一緒にダイエット頑張ってもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。星野さん、ありがとうございます。フレディ・マーキュリーさん、ウエイさんがダイエット配信始めたことをきっかけに最近全然できてなかった筋トレ始めようと思います。タコお姉さんと一緒の精神で頑張ります。ありがとうございます。嬉しいですね。タコお姉さんと一緒、まさにタコお姉さんと一緒に頑張ってもらえたら嬉しいです。一緒に頑張りましょう。俺の尻は狙われている、密室アンドロイド24時さん、ありがとうございます。筋肉隊長ウケセンさん、かわいい桃尻のスーパースティッカー、ありがとうございます。生きて腸まで届くミルクさん、リバウンドしづらい、かっこ基礎代謝が落ちにくい自然な体重減少は1ヶ月に体重の 5% 以内と言われています。お姉さんの推定体重ですと2週間なら1から 1.5 キロ減が目標になるかと。あと体重の体の水分量次第で1キロは簡単に変わるので、1日ごとの体重変動に一喜一憂せず、数日単位で減少気味ならよしくらいでお考えください。あ、そうか、じゃあ2週間で3キロってのはちょっと無謀というかリバウンドしやすいんだな。もうちょい日にち取った方が良かったかもしれないですね。アドバイスありがとうございます。カイチさん、痩せるということは地球上における鈴鹿男の割合が減るということ、そんなの世界の損失じゃないか。その発想はなかったな。いや、そこまで言ってもらえると嬉しいですけども、はい、ありがとうございます。ブルースさん、お姉さんがダイエットするならワイもその船乗ると一緒に頑張らせてください。嬉しいですね。歌子さんたちぜひ一緒に頑張りた、痩せたい人は一緒に頑張りましょう。私もちゃんとやっぱりやめたとか言って3日とかで行ったりせずに頑張りますので、ありがとうございます。ちーちゃんさん、私も今日から2週間お姉さんと一緒に頑張ってみます。休憩で働いているので誘惑ばかりですが、配信始まってから2週間は我慢、配信始まってからはてんてんてん、もぐもぐ、かわいらしい。ケーキ屋さんでバイト、あ、ケーキ屋さんでバイトっていうか働いていらっしゃるんだな。まあそれだと私以上にすごい誘惑の量だと思うけども、ぜひ一緒に頑張ってもらえたら嬉しいです。私もケーキはないけど、ふるさと納税で頼んだというかので納税した
ロイズのチョコレートが家にいっぱいってか結構あって、それどうしようかな、まあ1日ちょっとずつ食べる分にはまあいいかなって思ってるんですけどね、そういう誘惑が結構家にあるので一緒に頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ロリグルイさん、生きがい、嬉しいお言葉ありがとうございます。マグノリアさん、ありがとうございます。ユウゾウさん、今更だけどサムネイルじわじわきますいや、じわじわ来てもらって嬉しいですね。ちょっと時間かかったから作った回ありました、ありがとうございます。ハリーポッターと負の秘宝かっこマルフォイの丸に丸々してフォイフォイフォフォーイさん、エッチなんだ、だらしねえ肉がエッチなんだこれ、あ、五七五ってことだらしねえ肉、ちょっとねエッチじゃないと思いますけど私は。うん、ありがとうございます。でも闇を闇さん、家系ラーメンダイエットってのが流行ってるらしいぞ、ラーメン代かっこムチムチ歌子出したる。それって本当にダイエットなんですか、家系ラーメンでダイエットなんかできるわけないと思うんですけどね。 ありがとうございます。ラーメン代いつきさん、ありがとうございます。マナさん、エヴァン歌子頑張るよ。あ、エヴァンすまね、本当はエヴァンと一緒に頑張りたい気持ちも あったんだけどね、いかんせんソフトがどっかに行ってしまった。ありがとうございます。たまたまホイホイさん、ありがとうございます。 5027OP さん、ありがとうございます。トム・クルーズさん、ありがとうございます。園崎美音さん、今日もうたこお姉さんが可愛い、好き、ハートハートハート、嬉しいお言葉ありがとうございます。ちょっと待ってください、すいません、あと鼻が詰まってて、すいません、いつも残ったけど。あ、クジラの化け物さん、こんばんは、うたこお姉さん、配信お疲れ様です。こんばんは、ありがとうございます。初めて、初スパチャかな、ありがとうございます。マシマシさん、うたこもっと食え。ダメだ、これ以上食わせちゃダメだ。いやー、そう言ってくれるのは歌子たちだけです、ありがとうございます。インストラクターエヴァンさん、無理なダイエットは体に負担がかかるから危ないぞ、少しずつ体を治していこうぜ。エヴァン、今日もスパチャしてくれたのか。私はエヴァンを裏切ってリングフィットアドベンチャーを選んでしまったのに、でも本当はねフィットボクシングの方やりたかったんだけど、優しい言葉ありがとう。エヴァン、無理なくね少しずつ心がけたいと思います、ありがとうございます。自己リータ夏目さん、父と尻はだらしない方がいい、かっこ確信。そんなことないと思うけどな、ちょっとねグラビアアイドルさんとか見てるとちゃんと筋肉のあるいいお尻されてますからね、ありがとうございます。でも闇を闇さん、鶏肉を食おう、つまり唐揚げを。でも鶏肉っていいんですよね、特にチキン、あ、チキン同じと今同じ意味だわ、あの揚げてないなんだサラダチキンみたいなやつ、鶏肉ちょっと食べようかな、ありがとうございます。KWJ ネネズハズバンドナンバー6323、すでに良い体重なんでしっかり食べながら運動でだらしない部分だけ筋肉に変えて引き締めるのはどうでしょうか。体重は別に気に、いやでも体重増えたからな、いやこの、ありがとうございます。初めてスパチャしてくださったのかな、ありがとうございます。でも確かにだらしない部分の筋肉に変えるたいっていうのをすごい思ってるので、筋トレはしっかり頑張っていきたいと思います、ありがとうございます。名残月さん、ムチムチ歌子お姉ちゃんははかどりすぎて僕は歌子お姉ちゃんでのんき落ちしてしまうのでぜひ成功してほしいです。あ、のんき落ちしないためにねあ、なんかいろいろちょっといろいろもうごっちゃになってきたけど、ムチムチだとのんき落ちしちゃうから、あの痩せて、いい、あの痩せた方がのんき落ちしないっていうことですね。じゃあ、あののんきを一人でも増やさないためにダイエットの方頑張りたいと思います、ありがとうございます。ミルモンヌさん、自分もダイエット始めて2ヶ月弱ですが10キロ痩せました。
毎日体重を測り、ジムにほぼ毎日行って、サウナ行ってタンパク質多め、糖質少なめで行きました。運動を無理しすぎると続かないので、徐々にやるといいと思います。素晴らしい、ありがとうございます、おめでとうございます。2ヶ月弱で10キロはすごい、しかもすごいしっかり頑張って健康的に痩せていらっしゃる。ありがとうございます、参考にさせていただきます。タンパク質多め、糖質少なめで心がけたいと思います。Do not resist さん、かわいい顔文字ありがとうございます。名残月さん、ポンの摂取は興奮でんちん代謝が上がり、基礎体温の上昇により筋トレとの相乗効果が高くて、良質なポンので得た興奮はストレス物質を排出するのにも役立つので、長期のダイエットに欠かさないというのは豚っこ受け界隈かっこ約1名の間では常識なんだよな。なるほどじゃあポルノを摂取した方が良いということなんですね。相乗効果高い、本当かな、そうなのかな、まあ、でもポルノ長期間のダイエットには必須ということですね。ありがとうございます。ゾウさん、ありがとうございます。ヨルダの涙さん、毎年食べ物の誘惑が多い中のダイエット、心から応援しています。寒い時期ですので、途中茶のような温かい健康茶もダイエットにいいかもしれません。途中茶初めて聞いた、ありがとうございます。確かに結構寒くて冷え性で太りやすいっていうのもあるから、あったかいお茶とか飲みたいなと思ってたんですよね。ごぼう茶とかあと飲もうと思って今買ってあるので、そういうのとかも飲もうと思ってます。あったかいお茶心がけたいと思います。ありがとうございます。名残月さん、助かっていいんですか、出生許可ってことでいいんですか。私が今晩いただくおかずここで決まっちゃうけど、歌しこしてもいいんですか、かっこ救われた歌っ子の目。私はね NG 出したことはありませんから、ご自由にぜひともただ使用する場合は私を使用するのであれば、歌っ子さんからもおかずを提供していただきたい、ご自身を提供していただきたいというのね、希望としてはありますけどね。はい、ありがとうございます。ケイシーさん、Y100kg、とりあえず90を目指したいと思います。一緒に頑張りましょう、一緒に、待って、一緒に頑張りましょう。いや今読み間違えた、これミスじゃなくて本当に普通に頑張りましょうなんだよな、おかしい、なんか日本語おかしいけれども、はい、ぜひ一緒に頑張ってもらえたら嬉しいです。頑張りましょう、ありがとうございます。しーちゃんさん、水の入ったペットボトルを持ってお姉さんに合わせて動いてみたら結構汗かいた、明日もアーカイブ見ながら頑張ります。一緒に頑張ってくれてありがとうございます、嬉しいですね。またリングフィットアドベンチャーかフィットボクシングもね、配信でもやりたいなと思ってますので、その時もぜひ一緒に頑張ってもらえたら嬉しいです、ありがとうございます。フォローのフチャラティさん、パーソナルジム代ありがとうございます。パーソナルジム代に当てさせていただきます。星野さん、ありがとうございます。ニーヤさん、私事で申し訳ないのですが相談です。静岡に帰省していた同僚かっこオスからお土産に瓶入り静岡茶2本とレトルトのすっぽんスープをもらったのですが、どういうことでしょうか。そういうことですか。レトルトのすっぽんスープってなんか何意味深、すっぽんってあれか、勢力上がるっていうことか、そういうことか、つまり勢力を高めて俺とお楽しみしようぜ、そういうこと。まあそういうことだったら私の希望としてはそっちだけど、まあそれかネタ的な感じで面白いお土産ってことで渡してきたのか。いやでも多分前者だと思いますけどね、俺と一緒にお楽しみしようぜっていう遠回しなアピール、だからあとは新谷さん次第かと思います。ありがとうございます。ボブさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。タコさんたちもお疲れ様でした。 TS さん、ありがとうございます。と読み込みさせていただきます。
一方的に話してだかん。ウタコンポッチャマ千里さんありがとうございます。ムーンゲイトさんありがとうございます。封印されし 120% さんありがとうございます。歌方はじめさん、リングフィットアドベンチャーお疲れ様でした。個人的にもっと体重が増え個人的にはもっと体重が増え、かっこ太ももとお尻が大きくても良いのですが、理想を目指して頑張る歌子お姉さんも大好きなので応援いたします。脂肪を減らすことは砂場の砂を耳かきで減らしていくイメージだと聞いたことがあります。理想に届かなくても現在より減っていれば成功と考えてよいかと思います。あ、そんなに大変っていう意味か。砂場の砂を耳かきで減らすほど大変なんですね。じゃあちょっとね、すぐちょっとやそっとですぐ減るもんじゃないと思って頑張りたいと思います。ありがとうございます。大豆さん、配信お疲れ様でした。アーカイブ見返しながらリングフィットアドベンチャーやります。腹筋割ります。お体大事にしつつ頑張ってください。嬉しいですね。ありがとうございます。一緒に頑張ってもらえるとのこと、ありがとうございます。一緒に頑張っていきましょう。直径5センチさん、ありがとうございます。日野のニートンさん、本編見れなかったのでアーカイブ見ます。私もお姉さんとダイエット並走しようかな。あ、嬉しいですね。アーカイブ楽しんでもらえたら幸いです。そしてダイエットを一緒に頑張ってもらえたら、それはそれでとても嬉しいです。ありがとうございます。インストラクターエヴァンさん、久しぶりにしてはなかなか良かったんじゃないか。ダイエットにおすすめといえばプロテインもいいぞ。だいたい1日100から120カロリーで脂質が少なくタンパク質がたっぷりだから、一食置き換えでトレーニング効果向上にもつながるんだ。俺のおすすめはB レジェンドのプリン味だ。パンチを打って今日のスタンプを押すんだ。エヴァン、ありがとう。まだこんな私にも見捨てずに来てくれるんだね。ありがとう。よし、じゃあパンチ、はい、今パンチ打ちました。プロテインもいいって聞きますよね。ありがとうございます。ちょっとプロテインも運動前に飲んだりとかしようかなと思います。サラマンジロー、サラマンジローさん、無理せず頑張るよ歌子。あ、マイキーに応援されたら頑張るしかない。もうエヴァンとかマイキーとかどんどんイケメンハーレムになってきたな。まあ、あの私にとってのね、イケメンハーレムになってきましたね。ありがとうございます。ペンスイレル、おマンコティ、なんだこの名前。ありがとうございます。初めての方なのかな。ありがとうございます。1日に800ミリカロリー消費するまでリングフィットアドベンチャーをした参考ライダーさん。1日800ミリカロリー結構厳しいね。きついと思うけど。お疲れ様でした。リングフィットアドベンチャーを習慣にして太りにくくなったのでおすすめです。でも1日にやりすぎるとやばい。え、実際にやられたんだ、リングフィットアドベンチャーで。やって太りにくくなったんだ。素晴らしいですね。私も見習いたいと思います。ありがとうございます。ゲルダの涙さん、ダイエット配信かっこ初回お疲れ様です。仕事終わりに見始めたらクールダウンでしたので、アーカイブと一緒に自分も運動を楽しませていただきます。最後になりますが、お姉さんと一緒にダイエット頑張っています。ありがとうございます。お仕事お疲れ様でした。ぜひとも一緒にダイエット頑張ってくれたらもらえたらとっても嬉しいです。ゆいさん、二次三次で初のスパチャです。無理せず減量お願いします。二次三次初スパチャを私に捧げてくださってありがとうございます。そうですね、無理しない程度にリバウンドしちゃうんでね、無理しちゃうと。頑張りたいと思います。ありがとうございます。うさぎさん、トマトジュースいいよ。え、待って、あのとんでもない金額、赤スパチャありがとうございます。うさぎさん、この方は初めてスパチャしてくださったのかな。ありがとうございます。トマトジュースいいんだ。トマトジュース今度買ってみます。野菜ジュースちょっと前まで買って飲んでたんですけど、今なくなっちゃったからトマトジュース買ってみたいと思います。ありがとうございます。お寿司郎さん、ありがとうございます。スインさん、お疲れ様でした。私もタコお姉さんと一緒にダイエットやってみます。いろいろと勉強になり助かりました。いや嬉しいですね、そう言ってもらえると。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。アリスさん、
歌子お姉さんに初スパチャ。高校の友達が歌子お姉さん推しなので代わりにスパチャします。あ、高校生なの？ありがとうございます。高校生なのに初スパチャ。結構今日初スパチャの方多くてすごく嬉しいですね。はい、お友達にもよろしく言ってくださいませ。ありがとうございますちょっとすいません、鼻が今日いつも以上に詰まっていまして。男くっさい黒豚といい匂いの足さん、リフ笑い、ありがとうございます。素晴らしいお名前ですね。転生したら S 字結腸だったケンさん、いいリングフィットでしたね。ナイスですね。褒めてくれてありがとうございます。転生したら S 字結腸、大変だな。はい、というわけで皆さん本当に本日もたくさんのスーパーチャットありがとうございました。あのめちゃくちゃダイエットの有識者に来たあっちがスパチャいっぱい、有識者にきねきさんたちがいっぱいスパチャしてくださいまして、すごく助かりました。ありがとうございます。ちょっとね、あの配信が間空いてしまって申し訳なかったんですけども、まあ、ちょっとあの面言ではね軽く言ったんですけど、軽くっていうかまあ話したんですけど、ちょっと体調崩したりとか、あとはあのちょっと女性ホルモンバランス的な問題で、ちょっと気分が落ち込んで何もする気が起きなかったりとか、あと普通にちょっといろいろやってて忙しかったりとかね、そういう感じで配信できていませんでしたけれども、今後はまたちゃんと、配信精力的にやっていきたいと思っておりますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。これから頑張っていきますのでよろしくお願いします。それじゃあダイエットもね、配信も頑張っていきます。それじゃあみんなお疲れ様でした。次の配信もまた見てね。ありがとうございました。